ブルボン朝の紋章ブルボン朝は近世フランス王国の王朝である。1589年から1792年まで一時中断を挟んで1814年から1830年まで続いた。文化史の分野ではルイ王朝と呼ばれることがある。これはこの王朝にルイという名の国王が何代にも渡って続いたからである。カペイ朝の支流である。バロ朝の末期には 王家支流のほとんどが断絶していて、はるか、類偉旧世まで遡る東園筋のプルボン家でも、文家となる、新京都のアンリド・ナバールが、多い継承者として定まった。そして、新旧両派の宗教戦争であったユグノー戦争の、最中に、アンリ三世が暗殺されて、バロア朝が断絶、そのナバール王がアンリ四世として本来カトリックの、 フランス国王に即位したことでブルボン屋さが成立した。この時メディチ家の財力を受け継いだ。ルイ14世の時代には絶対王政を築き、ハプスブルク家と政略結婚もし、領土拡大など戦果を上げて最盛期を迎えた。フランス革命でブルボン家は王位を追われて、フランスを去り、皇帝ナポレオン一世の失脚により王政復古で舞い戻ったが、七月革命によって、 再度多いを追われた。現在のスペイン王室は、文家にあたる。バロア朝断絶後、ブルボン家当主であったナバラ王アンリがアンリ四世として、国王に即位したことにより、ブルボン朝が成立した。両王と称されるアンリ四世は、なんとの直令による国家の統合と内紛で疲弊した、経済の再建を目指したが、宗教紛争の影響により1610年に暗殺された。 1610年に即位したルイ13世は幼かったものの、王母、マリー・ド・メディシスと接政となったリシュリューの政策によって、フランスの絶対主義体制が整えられていった。また、ドイツで起こった30年戦争を表裏一体となって支援介入し、国際的地位を確立していった。ただし、フランス国王を新生ローマ皇帝に退官するという野望は挫折した。 アンリ4世の孫が太陽王として有名な絶対君主ルイ14世である。ルイ14世は摂政であったマザランの死後、申請を開始した。このルイ14世の時代にフランスの絶対王政が確立し、フランス文化と呼ばれる文化も発展した。ルイ14世はネーデルラント継承戦争やオランダ侵略戦争によって領土を拡大し、国際社会における フランスの地位を向上させた。その反面、相次ぐ戦争などによって軍事費が膨張し、さらに、なんとの直霊の廃止のために、フランス資本が海外流出するなど、フランス経済の混乱を招き、財政再建を課税で賄った。ルイ14世の死後、その後を継いだ彦であるルイ15世も、オーストリア継承戦争をはじめとする対外戦争に、たびたび出兵して、 膨大な軍事費を課税でまかなった。こうして、フランス革命の援引を作ることとなった。ルイ15世の孫ルイ16世の時代に、フランスの財政は破綻に瀕した。このため、ルイ16世はそれまで特権階級であった貴族や聖職者にも課税しようと1789年に全国三部会を召集したが紛糾し、それがフランス革命勃発の直接の原因となった。 フランス革命では、革命政府内部でも、権力闘争が起こり、さらにフランスの遠赤であった、オーストリアなどの干渉もあって、フランス国内は、混乱が続いたが、1792年に、ついに王権が停止され、国民公開によって王政が廃止された。1793年には、ルイ16世が処刑された。ルイ16世の死後、その息子である幼少のルイ17世は、 革命政府から存在の扱いを受け、1795年に病死した。これ以降、ルイ16世紀の弟プロヴァンス伯爵が亡命先でフランス国王を自称した。その後、フランスではナポレオン一世による第一訂正が成立したが、ロシア遠征の失敗でナポレオンは1814年に失脚することとなる。そしてウィーン会議のも ロシア帝国やオーストリア帝国など退仏、大同盟諸国の折衝の結果、ルイ18世がフランス国王として即位し、ブルボンアーサが復活した。ルイ18世の死後、後を継いだ弟シャルル10世は、絶対王政の復活を目指して、議会の解散を強行しようとしたため、国民が反発して1830年に7月革命が起こる。 この革命によって、シャルル10世はイギリスに亡命し、ブルボン家主流オルレアン家のルイ・フィリップが国王となる。この王朝は、オルレアン朝と呼ばれ、ブルボン朝とは区別される。その後ブルボン家着流から、フランス国王が立つことはなかったが、シャルル10世及びその子孫の副壁を望む人々は、一定の勢力を保ち、レジティミストと呼ばれた。フランスブルボン家の着流が絶えた後、 レジティミストは、スペインブルボン家を政党王朝の後継者として、現在に至っている。アンリ4世、ありがとうございます。